ちょっと引っ掛けてつまずかせてくれないか。何しろと？ジョリーンはさっき俺が彼女を守ったことを理解していないかもしれない。言ったはずだよ、俺はジョリーンと結婚する。悪い、ジョリーン。しかも小男だと言ったよな。確かにさっきは小男だった。気持ちいい、太陽光る。レレ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 ロレロ。何かわからないが、こいつに触れてはならない。こいつらは何をされたんだ？誰の仕業なんだ？花を咲かし、この植物のようなものが育っていた。それ以上動くな！空城ジョリン！そこで止まれ！何？いや、そのまま。ちょっと調べた。この懲罰房の連中がこうなったのは骨のせいだ。感染していると。ジョリーン、まだ残ってるぞ。何してる？ないわ。私はどうやらあの骨に触れてしまったのね。種類はわからないが、胃管の中を血液ではなく葉緑素が流れている。光だ。わからないけど、とにかくあの骨は絶対に手に入れなくては。太陽の当たるところに進むんじゃない、ジョリーン。その奥に何か透けて見えるぞ。これもそう見えるだけ。懲罰ボート全員を植物にして根をつなげて身になったもの。生まれた時何が始まるのかを知ろうとして。これは奪い取ったっていうのよ、FF。 この塔の出入り口は西側だ。脱出か。おー、みんな溺れた後草になって死んだ。恐ろしい。そうなのか？君は俺たちの敵なのか？何のことかわからない。いいから立ちなって。いいぞ、さあ行け。とにかく安全にだ。こんなことになるなんて俺は何も聞いていなかったが、どこだ？三人はどこだ？なぜお前は植物になっていない？助けて。ひでえ、人間の肉体を改造して罠にした。外に出られる。枯れていくわ。どうやら一時的なものだったみたい。父さんの記憶のディスクを取り戻すチャンスってことだわ。ストーンフリー、ほら。ダイバーダウン。くそ、中へ入っていけない。この椅子におかけください。私が奥左腕をちぎり飛ばされて泣きわめいておりました。気づかれた。監視たちが来るぞ。あいつが飲み込んだ緑色の子供を引っ張り出さなきゃ。どこかロックされているのか。ジョリン、そのスタンドから目を離すな。不気味だが役に立つだろう。だがもし隙を見せたら。何か聞こえないか。懲罰ボート全域に異常事態発生。有効射程距離は1000から2000メートル。ハンドルから離れろ。魚かワニでは。来るわ、逃げた方がいい。アモンです、立てかけるんです。戻れだと？何が起こってるのかは知らんが、かなり深刻そうだ。いざ落ちて！ダイバーダウン！いいけど。なあジョリン、悪いんだがその口笛やめてくれないか。こいつは
緑色の子供を奪って逃げるのだけが目的ではなかった。急に寄り添ってきて、君へのこの気持ち通じてくれたのか。だが言葉なんか必要ない。俺も同じ気持ちだ。いつどうやって攻撃されたんだジョリン。自動追跡型のスタンド、何でも奴隷のように言うことを聞き、このままでは二人ともやられる。擦り込むようにして塗るんです。ジョリン、どうかしたのか。マジに目を離すと自動的に攻撃が始まるんだ。ジョリン、違うのか。蚊ではない。貴様は。旦那様、私逃げて。今がお逃げになる最後のチャンスかと思われますが。おめえは戦備左舷の隅に行くんだ。ノンカロリーシュガーの袋とカエルが3匹。自動追跡のスタンド、攻撃目標は固定されているというわけか。ヨーヨーマ、そしてそばにいるというのなら旦那様、お二人が唯一助かる道は私から。よし立て、運転席に行きな。ボートのスピードを上げろ。はい、旦那様がそうしろとおっしゃるなら。こいつの攻撃方法が何かなんてどうでもいい。何するんだっけな。プロペラにビニールをこすらせ静電気を起こし、うげえ、カエルみてえにしょべちびってる。お、カブトムシ。囚人番号 ME14067 D&G ですが。クソ、神父はどうでもいい。383 389 394。ディオの骨が囚人どもを利用して、 D&G がここで見たものを奴自身から早く聞き出さなくては。それがこれから私の手に入る新しい世界が幕を開けたということ。いいぞ、この感動を称えるのだ。よし、 D&G は医療班に任せて手当ての後で尋問だ。いや、尋問は奴の手当てをする前だ。自動追跡型スタンドを持つ者は D&G を狙っていた。ホワイトスネークがいる。どこだ様は。困る、とても困るんだ。死なれるのはとにかく困るんだ。ホワイトスネークの正体はてめえ。あの日ジョリーンと農場で出会って、扉の開閉の音にトイレの水の流れる音、今はわかる。生きるということはきっといい思い出がジョリーンの中にあるから、それこそが知性なんだ。一瞬考えたな。返してもらうぞ。何？体液がこいつの中。私中身がないぞ。何なんだこいつは。一体関係なくなったみたいだ。ディオの骨から生まれ得たものが、それが今どこにあるか。教会士のエンリコ・プッチさんということを。くらえ、フルファイターズ。植物なのか、美しかったか。だが君の感想を聞いておきたいんだ。生まれたものに逃げられることを心配してるのか。ヤバいと思ったら奴はやる。その記憶は私が持っている。それから何を思ったかな。向こうだぜ。これで水は手に入れた。頭脳だと。お前の頭脳がどこにあるのか。まさか熱湯だ。
お前の頭脳がどっちか決定できるのはこの私だけだ。まさか溺れやがったのか。植物なのかわからないけれども、どこへも行ってほしくない。いいか、そこを動くな。振り返って俺を見ろ。ところで、奴の大きさはそこからどのくらいに見える？転がった岩だけが小さくなる。これは、あの赤ん坊の能力って。俺の身長が2分の1になる。すると歩く距離は倍に。体が小さくなれば、距離は倍、倍に。赤ん坊を手放すわけにはいかない。トーンフリー。納得できない。終点はあるはず。必ず着地する。待てジョリー。早っ。くそ、地面はまだか。ストーンフリー。おれああ、赤ん坊に近づけば近づくほど体が小さくなって。ジョリン、君の敵だ、この赤ん坊は。来るぞ、登れ。これでこのスタンドは捕まえることができた。ジョリン、まだ見えないのか。つまり瓶は元のままの大きさでいる。だけど私たちは瓶ごと前方に。こうなることを計算して瓶を転がしたというのか。なんなのよこれ。どうなってんのよ。こいつの肩にも同じ形のあざがある。懐いてるだと。違う、今殺しておかないと。
ファイティー